どうも、アイチです。新学年、新生活が始まって、少し時間が経って、いろんな悩みを、毎日いただいているわけなんですが、人生がですね、今楽しくないと、毎日がね楽しくないって思ってて、言ってしまえば本当死んでしまいたいとか、もうねいろいろやめたいとか諦めたいっていう、そういう相談もいただくわけですよ。で、皆さんの目に自分の姿がどう映ってるか、それはまあね、人によって違うともちろん思うんですけど、そういう方がよく言うには、自分はキラキラしてるそうなんです。画面に、映像に映ってる自分をね、この背景はね、そう映ってる方もいらっしゃるようで。で、自分をツイッターとかでちょこちょこそういうことを言うんですけど、人生は変わるよっていうのをよく言うんですね。それは本当に思ってることだし、学生のみんなに伝えていきたいことだと思って、繰り返し何度も何度も言うんです。で、そういったことを言ってるのもあって、本当に変わるんですか？いや変わらないですよみたいな。どうしたら変わるんですかみたいな。そういうことを聞かれることも多くって、ちょっとそのあたりを少しね、だらだら話していきたいなと思います。少し長くなるかもしれないんですけど、よかったら最後までお付き合いください。では早速ね、話していこうと思うんですけど、少しだけ、昔話にお付き合いください。さっきもね、話しましたけど、自分がキラキラしてるように見えるらしいんですよ。自分には全くそうは思ってないんですけど、ただ、充実はしてます。今の自分の生活に。いいことも悪いこともたくさんありますけどね。辛いこともあるし、楽しいことも両方ありますけど、でも、全部を含めて充実してるなとは、今ありがたいことに思うことができてる。ただ、じゃあ昔からそうだったのかって言われたら、自分はどっちかといえば、死にたいっていう思ってる、子たちのグループって言い方をしたらちょっと失礼かもしれないですけど、そっちのグループって言いました。中学の時に、いじめというか、いじめって言っちゃっていいかな、受けてたのもあって、隙を見せれば死にたい、どうやったら死ねるかな、早く死ねないかなって思ってるような日々を過ごしていて、でもうそんなんばっかだったんですよね。だから楽しいこともあったと思うんですよ。あったと思うんですけど、楽しいっていうものよりも辛いっていうものの方が圧倒的に印象がでかくなっちゃう。人っていうのはプラスのものとマイナスの感情が出てきたら、マイナスの方が絶対強くなるんですよ。これはほとんどのことがそれが言えると思ってて、例えば噂話もそうですね。ある人に関する噂話、あの人ってすごいんだよっていう噂、すごいらしいよか噂話があって、でもこういうことがあるらしいよっていうマイナスの噂話が出てくる。どっちが同じ量発信してても残るのはマイナスの印象なんですよね。いや、あの人ってああいうことやってるらしいよみたいな。そう、だからマイナスのものがやっぱ強くなる、人の感情とか物事においては。で、当時の自分はもう完全にそのタイプで、だから今ね、今この気持ちに余裕があって、33っていう年にもなったから、振り返った時に、あ、でもこういうこともあったよなって、楽しかった時もあったじゃんっていうふうには思えるんですけど、当時は全く思ってなくって、詳しいことは言うとあれですけど、で、そのリスカとかさ、飛び降り願望とかそういうことも持ってた人間だったので、リスカとかもやっぱしてたんでね、そういうのも話ずっと話してきてるから、だからこそそういうのを知ってて相談くれる方もいらっしゃるんですけど、で、そういう人生が長かったわけですよ。で、高校入ったらそういういじめみたいななくなってね、別に普通の生活を送ってたんです。多分普通に彼女もいたし、恋愛もしてたし、友達もいたし、ただその人を信じることができなかったので、なんか結局仲いいと思ってね、自分が仲いいって信じてるつもりだったんだけど、俺の前ではたくさん普通に話してくれてたのに、実は陰で裏陰口をめっちゃ叩いてるみたいなのは中学で経験しすぎちゃって、結局信じてでも裏切られんだよなって思っちゃってて、だから信じきれない、結局自分の弱さなんだけど、そこに関してはだからなんか信じきれないからさ、信じきれない、ふわふわした感じも気持ち悪いし、信じきれてない自分にも苛立つんですよね。そう、信じだって別にその子が何かしたわけじゃないんだよ。昔の過去そういうことがあっただけで、今ここにいるその高校の時の友達とかクラスメイトは別に何もしてないわけだから。そう、でも信じきれないみたいなことがあってさ、そうだから結局今残んないんだよね、俺友達が。きっとそう、高校時代のやつとか連絡取るやついないもんね、高校はね今で。そんなことがあって、じゃあどこで変わったかっていうと、
まあ、自分は大学の時、まあ、教育学部に行っててさ、まあ、教員免許も取ったんですけど、教育実習に、まあ、行かなきゃいけないんですよね。自分3回教育実習行ってるんですけど、まあ、そのうちの1回の教育実習の時に、保健室登校をしてた、まあ、女の子3人組がいて、たまたまね、ちょっと縁があって、その話す機会があったんですよ。で、その子たちと、まあ、2週間、それは2週間の教育実習だったんだけど、隙を見てはね、その子たちとずっと話をしてて、出なきゃいけない授業とかさ、しなきゃいけない授業、自分がしなきゃいけないから、それはやったけど、こう、他のやつはね、隙を見ては、その子たちとずっと話をして、で、その子たちといろいろあって、で、自分でも人の役に立てるんだって思わせてくれたのがその子たちだった。で、そっから、やるだけやろうって。で、教育に一生身を捧げようって、そう思って、で、まあ、そこから全部ね、もう人生がガラッと変わったわけじゃなかったし、もちろん、なんだ、身の回りは変わってないから、俺の。何もそんな大きく変化はないんですけど、ただ、自分の中の考え方は変わったんですよね。ずっと、ネガティブに、自分なんてクズだとか、いらないってこの世から消えてしまえばいいとか、ずっとそんなことばっかり思ってて、でも、必要としてくれる人がいるって、自分の存在で何かを変えることはできるんだって、で、思って、で、いろいろ動こうって。家にいて、ぼーっとしてても、マイナスなことしか考えられないんだったら、やることやろうって思ったんですよ。で、それがまあ1個目の大きな変化。で、同じ時期ぐらいに、ちょっと自分はちょっと病気にかかってしまって、で、その病気でね、まあ治ることがないって言われてるまあ病気なので、こう、医者に、まあ、その先生がね、なかなかズバズバ言う先生だったからさ、こう別に今すぐ死ぬとかそういう病気じゃないんだよ。その不治の病みたいなそういうわけじゃないんだけど、なんつうか、こう、でも明日死ぬかもしんないからね、ということを言われたの。それがね、二十歳の時かな、19か二十歳の時に言われたんだけど、それがすごく俺の中では衝撃で、ショックでね、若い時、まあ、若い時ってわけじゃないけど、時間ってすごい無限にある感覚。もちろんいつか死ぬことは分かってる。そんなのは分かってんだけど、でも別に今すぐ死ぬとは思ってないし、いや別に時間なんていくつでもあるんでしょうみたいな。そう。のんびり過ごしてもみたいなとかどっかあるわけ。なんか変な時間に対する余裕があるったんだよね。でも、あ、そうじゃねえんだって。死ぬかもしんないんだ俺って思った時に、あ、やっぱり、ね、その子たちに会って、やるとこやることはやろう。できることなんかやっていこうって思って、でさらに時間はいつか、まあ、時間はっていうかこの命はいつか終わるんだって、そう、じゃあいつ死ぬか分かんないけどそれまでにやるべきことできることはやろうって、じゃあ時間は限られてる、有限だよね、有限なんだったらこの時間を何に費やすかをちゃんと考えようって思ったんですよ。で、まあ、自分はやっぱり教育っていう分野がそこが好きで、まあ、子供たちがすごい子供が好きなんで、学生のために特に自分みたいな悩みを持ってる子たちがいっぱいいるのも分かってたから、じゃあその子たちに何かできるためにやっていこうって。でも教師になっちゃったら、で、教師になったらほとんど永久就職なんだよね。ずっと教師やるから定年まで、大体の人がね、途中で辞めなければ、じゃあそれは嫌だなと。子供たちに将来夢持てよって、頑張れよって言うためには社会を知りたいなって。だってその目の前にいる子供たちが先生になるわけじゃないんだもん。じゃあその子たちに将来を語るんだったら、ちょっとぐらい社会の仕事知らなきゃって、教師以外も。と思って、自分は教員免許、教員採用試験をやめて、就活したんですよ。で、一般企業に入ったんですよね。で、その中でも一番厳しい仕事をしたいなって、それを語りたかったから、こういう仕事があってさ、って言いたかったから、だから、その営業マンっていう、飛び込みの営業が一番きついよって言われたから、その業界に入りました。で、まあそこから塾講師やって、まあ独立して今に至るっていう流れはあるんですけど、まあそんなことがあって、で、まあいろんな方にね、出会って、まあ本当にいい方も悪い方もいらっしゃる。本当に世の中にはいろんな方がいらっしゃるんだなって思う。そう。で、もういろんな方に出会って、いろんな考え方に触れて、反面教師にしなきゃいけないこともあるけどね、こうはなりたくねえって、こんな奴にはなりたくねえって思うこともたくさんあるし。でも、いろんな方からいろんな影響を受けて、で、ちょっとずつ自分が変わっていく。で、自分が変わっていくと人生が変わっていく。そう。で、今に至る感じ。だからきっと、その自分がね、死にたいとか塞ぎ込んでた時期を、もしかしたら今見てるみんなは俺のことを今見て想像ができないかもしれない。うん。まあそれは別に構わないんだけど。ただ、33年間、まあそのいじめを受けてたのが14、13、14の時だから、もう20年前ぐらいになりますけど、
その後、まあね、高校入っても、まあ、なんだろう、結局ちょっとうつ病みたいな、うつ病っていうかね、ちょっと違う名前なんだけど、そういう診断も受けてて、まあ、7年ぐらいちょっと苦しんだんだけど、それに。でも、今ね、今振り返って思うことは、いろいろあるんだよ。いろいろあるんですけど、その、時間は限られてるっていうことはやっぱりみんなにも伝えたいし、でも、悩んでたりとか、例えば死にたいって思ってる時間、その悩んでる時間ね、同じくね。その時間が無駄だとは思わないの、俺は。悩んでることって必要だもん。そう。ただ、その悩んでることとか、その時間が無駄になるかどうかっていうのは、これからのみんな次第なんだよね。みんながその時間を無駄にするか無駄にしないかで変わってくる。そう。で、あとは、当時ね、当時その一番悩んでた頃の自分はね、周りのせいにしてたんだよ。そう。もう周りが悪い、親が悪い、学校が悪い、友達が悪い、環境が悪いって。もう本当にそれ、そうしなければ多分保てなかったっていうのもあるんだけど、でも結局ね、周りって変わらないんだよ。そう。他人を変えるって相当大変だから。そう。周りの人を変える、環境を変えるのもそうなんだけど、じゃ何が一番楽かって自分が変わるのが一番楽なんだよね。で、ただ、性格って変えるの難しいんですよ。ネガティブがポジティブにいきなり変わるのも難しいし、こう内気な子が社交的に一気に変わるのも難しいと思うの。俺、基本的にすごい内気だし、ネガティブなんだけど。でも、ネガティブで生きていくよりは、ポジティブの方がいいなと思って変えてったの。まあ、それはまた、まあ、動画でいっぱい話したことあるけど、まあ、またどっかで話すのに関してはね。でも、内気なのは、いいんじゃないって。自分の中の、ダメだな、そう、ダメだと思うんだけど、でもいいんじゃないって思ってる部分も大切だと思ってるから、その、ただ、考え方は変えようと思ったの。性格よりもね、考え方。この前ツイッターでちょっとつぶやいたんだけど、頑固ってあるじゃん。頑固って言うとさ、ネガティブに感じません？うわ、頑固みたいな。お前頑固だな、みたいな。悪く聞こえるじゃん。でもさ、似た意味で言ったら、意志が強いって言ったらさ、いい風に聞こえません？意志が強いとか、意志が硬いって言ったら、お前意志硬いな、って、諸子貫徹じゃないけど。だから、同じようなことでも、捉え方？こっちの面から見たら頑固かもしんないけど、こっちから見たら意志が硬いになるんだよね。そう。物事っていうのは捉え方によって変わるんですよ。すごく。だから、なんか、自分は繊細、なんか繊細とかすぐ凹むとかさ、すぐ凹むっていうと悪く聞こえるんですけど、すぐ凹むのって繊細な証拠だと思ってて、で、繊細な人って人の気持ちがわかるんですよ、結構。他人をよく見れる。それってすごい才能なんだよね。そう。だから、もちろん、プラスに物事を変えられないものもある。絶対に。変えちゃいけないこともある。例えば、人を殺したいっていう願望がある子をプラスに変えることは絶対したくないでしょ、俺は。そう。それはできないけど。でも、変えれることもたくさんあるんだよね。だから、そういう風にいきなり物事は考えじゃないや。変えることはできなくても、考え方をちょっとずつ変える。で、例えば、その自分の中の嫌なところがありますよね。それをプラスに置き換えて見てみると。で、あ、こういう風に見ることもできるな。でも自分には当てはまんないよなって思うこともあります。そう。それはあると思う。でもそれいいんですよ、それで。いいの。まず大事なのは、このネガティブなことをプラスに捉えることができるよねって。こういう見方もあるじゃん。ちょっと自分には当てはまんないけどでいい、まずは。だから練習としては、例えば自分の中で嫌なところがある。まあ、さっきのじゃあ、そのすぐ凹むとか、すぐ泣くでもいいんですけど、それをさ、じゃあ友達とか、誰か、他の人に置き換えてごらん。この人がそうなった時に、その人が、私すぐ凹んでばっかで嫌なんだけどって言ってると。じゃあ、そのことを、その子になんかプラスのなんか声をかけてあげるために違う風に捉えられないかなって考えてみるんですよ。それってね、できるんですよ、人って不思議で。自分のことはできないんだけどね。そう、他の人に置き換えるとできるやつする。じゃあ、それを自分に思えなくても、そう見ることができるじゃん。その視点があれば、いつか自分に置き換えることができるかもしれない。基本的に自分に当てはまんないじゃんって思っちゃうのは、自分に自信がないからなんだよね。そう。でも自分に自信をつけるってすごい難しい。それは時間かかるの。ちょっとずつ積み重ねなんだ、そこに関しては。そう。でも、誰でもできるよ。自分に自信を持つことって。すごい自信なくてみてよ。俺って超かっこいいっしょとか、超可愛くないって、そこまでいかなくていいじゃん。でも、ちょっとの自信を持つことぐらいは、時間かければ誰でもできると思う。だって俺ができたんだもん。そう。だから、まぁ、今回ね、ちょっと長くなっちゃいましたけど、まず伝えたかったのは、その時間が無限じゃないんだよっていうこと。別に、いつか死ぬんだぞって脅したいわけではなくって、そう。ただ限られた時間だから、有意義にというか、
プラスプラス、まあ、結局ね、今悩んでてすごい死にたいとか思ってたとしても、それが結局後でなった時にプラスだったなって、その時間は大事だったなって俺は思ってるから。すごい悩んだ時期長かったけど、それがあるからそういう悩みを持った子たちの話も聞けるし、こういう風に伝えることもできると思ってる。プラスに持っていくことはできるから。そうだから、そういう風に持ってってほしい。みんなの限られた時間をね、そうって思ってる。でもう一個は、周りを変えることは難しいんで、ひとまず自分の考え方をちょっと変えてみるっていう風にしていったら、少しずつ変わっていくと思う。人生は一気に変わんないから。宝くじが当たってお金がない人がいきなりお金持ちになるみたいな、そんな劇的な変化はないの。人生にそんなサプライズは起こらない。ただ徐々に変わっていくこと、変えていくことは必ずできると、それは誰でもできると思ってる。ただしそれをするためには行動をしなきゃいけない。絶対に。そう、例えば努力、ちょっと長くなった、ほんとごめんな。努力をするじゃないですか。努力をしたら何かが変わる。でもこれ絶対変わるわけじゃないんだよね。例えば努力をしたら、プロホニャララ選手、プロサッカー選手になれるとか、プロ野球選手になれるとか、絶対じゃないですよね。だから勉強もそうですよね。努力をして勉強したのにどこどこ高校に合格するとか、どこどこ大学に受かるっていう保証はされてない。だから努力をしたからそのものが叶うっていうことは保証はされないんですよ。ただしそれを行動する、努力をしなければ変化は絶対に起こらないんだよね。努力をしたから変化をするって絶対するわけじゃないけど、努力をしなければ変化は起こらないんだよ。そうで、そのじゃあ努力をしたんだけど、その変化をしなかった、目標に達成しなかった、じゃあその努力が無駄だったかっていうのは、その後の自分次第だから。無駄だと思えば無駄なんだよ。それは無駄じゃなかったと思えば無駄じゃなかったよ。そこは自分の持っていき方次第だと思ってるので、まあ、ちょっといろいろごちゃごちゃ話しちゃいましたけど、まあ、何かね、ちょっとなんか悩んでる心のちょっともやが晴れてくれたら嬉しいかなと思います。はい、という感じで、ちょっとだらだら話しましたけど、お付き合いいただきありがとうございました。